ミルクサッカーアカデミーのメバーでございますノーミルク砂糖でございますということで今日はこちらでございますドップ最終接続法 J2J3 決着いやお疲れ様でした見終わってね取って出しということですけれども、うん、いや。本当に終わりましたねこれでね いやあ、そうですね。いろんなドラマがありました、最終節のね。本当にあった。え、振り返りながらお話ししていきたいですけども、いろいろありすぎて、も撮る前に先生と結構喋っちゃったね、もね。今ね、我々、あの、試合全部終わった後の1時間の17時過ぎぐらい今撮ってるんはいはいはい。どっちだっしてこれね、動画出ると思いますが、と。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんで、まずはもうね、あの、いろいろ喋りたいことあるからこそ、最後の最終終了時点でというか、2021シーズン終了時点での順位表を見ながらいろいろ、 しまずは時間通り行きたいので13時キックオフになっていた J2 組からいきましょう。一振り返ってまいいしょうはいはい え実はね、あの昇格争いのところはもう正直決、ま、もうすでにね、えー、前節まで終わってたので、ジュビロ、京都がって感じでしたが、まあ、ジュビロは秋田相手に勝利して、京都はね金沢相手に取ろうという形でございましたと、はいでまあ、あと他の試合もいろいろ行きたい、田中竜也,也選手の話もしたいっていうのが威信で,、ね、でしたね、新潟の、ね、引退のね、本当に。はい、なので、まずは先に残留争いの話をしていきましょう。はいはい えやっぱりまあ最注目カードと言われたのはやっぱねその京都、金沢とかまあ他のねベルディ、相模原もあったんですけどやっぱりもう直接対決だったら大宮と群馬がどうなるのかっていうここしかも先制したのは群馬だったんですよね。これで群馬も間違いないかと思われたらなんと結局大宮が逆転勝利でなんと3対1で終わるということで。 ちょっと群馬危ういかなんて話になってたんですが、ただ他の試合見てみると、京都、金沢がスコアレスドローだったね。あ、大丈夫かっていうのと、あとはギラバンツがね、あの、実は山形相手に、まあ結局は大量得点しなきゃいけない日だったんですが、はい、まあやっぱり大量得点しに行かなきゃいけないってことは前がかりにならなきゃいけない。その裏ある意味取られて、はい、ええー、ビニシウス・アラウジョさんに4失点くれてしまうなんてことがあったと、うんうんあ。でも優雅に戦って、っね、そうなんですよね。はい、うん、うん なんであとは相模原とヴェルディがどうなるかというところだったんですがここもある意味で同じですね勝ち点3のところで考えたら相模原も勝たなきゃいけない状況だったところヴェルディが逆をついてというか3対0でヴェルディが勝ちえ結局順位はこのね表になっている通り、り16位大宮17位金沢18位群馬で。 えー、19位相模原で引き分けた愛媛が20位に上がり、北九州が21位ということで、まあ、愛媛、北九州、松本が15時段階ではもう,もう確定ですね。はい、え来年は J スルということになり、うん、相模原だけ J2 の全日程終了時にはまだ残留なのか、かはい、合格なのかがわかんないっていうところで終わりました、うんはい、ということでした。うんはい まあもうね、右下にもあの昇格したチームとかも載ってますけど、うん、まあそれは次のページで後でいくとして、一、まあ、回 J2 ですよね、まさにね、ほかね。うん、先ほどのやっぱ田中達也選手のそうです、ね、シーンがね、まあ、各種最終戦<合>、ね、いろんなドラマがありましたけどもね。うん、そうなんですよね。うん、ただ、その中でもってところでやっぱ前半30分、スタメンで、ね、出て、しかも。 この日、あの、鈴木浩二選手とかも、あの、ミッドフィールド扱いになって、フォワード唯一の登録だったのが田中達也選手だったんですよ、ほうほう新潟。ほうほうだから、これもなんかある意味、こう、やっぱり田中達也、フォワード田中達也、ここにありってところを、新潟さん的には、こう、やっぱり打ち出したかったってのもあったのかなって、なんとなくですけど、思ったのもありましたね。えーねあのー、ご覧になった方、これからご覧になる方いると思うんですけど、うん、試合中にね、 レフリーもね、両軍入り乱れてじゃないですけど、みんなで花道を作るっていうのはやっぱり偉大な選手ならではというか、そうですなんかグッときましたね。ね昨日のね、村上出身ですか？そうですよね。まあマキさんが中心になってやってくれたシーンもすごい良かったですけどもね。良かったですよね。なんかこれもかなりグッと苦しいんだったなと。ね。あと本田さんの表情がねまた。 噛みしめるように、なんか、ぐっときましたね。でしたね。あとやっぱりお人柄が現れたのが、実はその15分後にも、ちょっともう一歩、ちょっとしたのがあるんですよ。はい。実は、先週交代でも、田中達也選手そこで引いたからってのもあるんですけど、前半終了しに、今度、逆に田中達也さんが新潟の面々を迎えるんですよ。フィーってなった瞬間に、こう、フタイムに入るときに、そうそうそう、立ちライン際まで行って、みんなにこう、ハイタッチというか、頑張もう一え後半、頑張るぞみたいなところで、そのシーンがなんか、 みんなさっきはありがとうみたいな感じもちょっとあるのかな、ちょっと思ってしまって、なんかいいシーンだなと。まあでも、たくしょね、いろんなシーンあったときに、うん、もうサポーターはこう歌いたいでしょうね、今、ご襲名の気持ちを伝えたいんだろうなっていうのがね、また、それが拍手に込められてるっていうのはまたよかったですね。そうですね。いや、本当に僕はあの仕事であんまリアルタイムでいろいろ見れてなくて、えー、バーッといろんなね、えー、注目の試合と、ねあとまあ、最終セレモニー、僕好きなんで、バーっィ見たんですけど。うん、うんうん 京都のセレモニーでは森を。 森脇選手はもう最新は良かったですね。満了になじみなんないましたけど、まあそうですね。最後、グっとくるのありましたんでね。そうなんですよね。ちょっと打損入ってたら、そこね、中国ましなかなか全部はそこまで見受けられないとかね、あとスタジアムに行かれた方しか分かんないこととかってたくさんあると思うので、なんかまたこれはね、ミルアカのこの本アカでも、あと我々のサブアカの方とかで、なんか、松本屋なんかも最終戦でいろいろあった中でね、 うんでも、ナナミ監督は、こう、しっかり、こう、逃げずにというか、しっかりとしたスピーチをしてまし、されてましたよ。いやー、すごいなー。来季もね、なんかやるんじゃないかって話がね、社長の。感じですよね。ね、ええ、そ,それはしっかりわかる感じでしたね。あとは、それこそ、やっぱ、こちらも残留できなかったって、北九州。はい。小林監督なんかも、あの、やっぱり、もう、あの、まあ、 人間にはなっちゃうけどって話もありましたけど、うん、やっぱりこう大量にね、レギュラーほとんどいなくなるってのが、やっぱり厳しかった。だから一昨年ぐらいの強打を保つことができない、去年か。うん、去年ぐらいのこう強打を保つことができなかったみたいなところのお話もあったんですけど、来年またね、その J3 で戦って頑張りますみたいなお話だったんで、うん、多分彼も小林さんも残留なのかななんてところがね。う,ん、う見受けられた。まあ、はね、あの、セレモニーを、河、うん、本選手。 ああそうね。引退ですからね。いやいやいや、もう各所いろんなことがね、えー。まあ、これででも残留争いもね、終わって、すべての順位が決まったということでね。うん、そうですね。まあ、今日は各所いろんなお気持ちだろうと思いますけども、ね。そうなんですよね、はい。お疲れ様でございました。お疲れ様です。で、ここからの J2 に行きたいんですけど、うん、最後に J2 で、まーさん、ちょっとだけお時間いただいていいですか、はい、何でしょうか。あの、相模原さんにというか。はいはい 本当であればありえない広角じゃないですか、唯一。実はここだけは。あまあね、あの、ルール上しょうがないっていうのはそうなんですけど、夜、うん、いわゆる世界的に見ても、うん、広角4なんてことはありえない。うんうん、そうですね。 で、J1 はほら、あの、20チームになったから、そもそも19位、20位はしょうがないってのと、はい。例年でも17位、18位はね、一応公格枠なんでってのあるんですが、J2 のこの19、20位はほら、公格プレイオフにあってもしょうがないところあるかもしれないけど、19位で公格って今までなかった事象だわけだから、だから、少なくとも例年で考えたら、残留のポジションまではいたんだっていうところは、すごい1年を初めての J2 の中で経験されたなっていう。うん。はい。なんかそれだけは、 なんかファンの方にもちょっと、本当だったら俺らは残留できてたかもしれないんだってこうファンの方には、ちょっと持ってもらえたらなってので一言だけと。はい。ということでございます。で、ラスト。そしてもう一個 J2 に続いて J 3、J3 いきましょう。はい、こちらでございます。ドンと。はい。ちょっと左がちっちゃくなっちゃったんですけど、えー、最終的には優勝、熊本。はい。 うしたせそして岩手が初昇格を決めましたということで。うんはい、あこれ J チーム右側ね岩手。4集めましてね岩手は勝てば優勝熊本もね岩手の結果次第では優勝宮崎がトップにいました、ね、あれ3チームに優勝の可能性があるしかも相模、うん、原の不審にも絡んでいるということでいろんな方が見たと思うんですけどまずは先生は岩手でしたね。 うん。そうでしたね。いいねえー、これすごかったですね。前半終わった時にはで、まだこの関係チーム、にチームは特にね、あの、スコアが動いてない状態で。はいはい、で、後半15分ぐらいですか岩手、まあ、中村大介選手のフリーキックの中からの混戦を無田選手が決めて。で、それで岩手来たこれでトップ立ったぞみたいな形になったと思ったほぼ次の瞬間というか。 今度は熊本のね、坂本選手がとんでもないミドルを。いや、1点目のミドルシュートすごかったですね。すねライジングシュートですよ、あれはね。クリッシハウシュート。いや、今シーズンあれ以上のシュート。 J1 含めあんまり見てないかもしれないですよね。そうですね。クルークスか今日の坂本選手みたいな感じですよね。そうなんですよね。えー、ちなみに関係ないんですけど、あの、高校プレミアの方でほぼ同じゴールが起こるってとんでもない日でもあったんですけど。今日。今日。川崎のね、ユーステそ、ね、うですか。そうなんですよ。すごかったですね。すごかったですね。えー そして岩手が1点を返される,、はい、されるとい、えー、うところで熊本の先制点と岩手が追いつかれるのがほぼ同時,時刻ぐらいで発生したんですよね。その後と熊本が1点を加えて優勝ということになりました残り時間で岩手熊本がも2点リード、岩手は1点取ればもうアディショナルタイムですよね。うん、1>, 1対1。だからちょっと1点取れば優勝1点取られれば昇格もなしと。うん っていう、エグエグの局面で、でも攻め続けてましたよね、でも5バックだし、どうすんのかなと思いながら見てたんですけど、いや、これね、でもね、皆さん、これはね、ただちょっとね、ちょっとこれはどうかってのやつ、僕なりの試験ですよ、あくまで。はい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 。グルージャは、秋田監督のねらいね、ボール回しはしてなかったですよ、でも。秋田監督、優勝狙っていったのかなと思って。 狙いがあると思ってま今日のスタメンじゃなくて、はい、ベンチ見て思ったことなんですよ。あ名探偵、うん、普段よりも、はい、いわゆるディフェンダー登録が一番多いんですよ。おおはいだからあのいわゆる優勝って、まあ、正直な話も、まあ、相手にもいろいろ寄ったりするところがいろいろ出ててくるじゃないですかだからグルージャーが今日絶対にやらなきゃいけないことは優勝ではなく何が何でも昇格の要件を勝ち取ること。 にいない引き分け以上ってことですよね。そうだから、うん、何かあったらバック入れりゃいいっていうのも、あなるほど、なるほど。そうだから、はい、今日は1点取れると自分たちは思う、うん、1>, 1点までだったら許してもいい、うん、だったら最後何かあるようだったら、しかも沼津は後半に結構得点するチームでもあったりするので、だからディフェンダーちょっと多めに入れたってのはあったんじゃないのかなと思うんですよ。でで僕最後の最後後のあ 秋田監督すげえなっていうのがもう一個あったのが、今年だから最後の交代投入ですよ。入れたのが、高卒ルーキーのタビナス・ポール・ピスマルクです。まあ、いつも出てくるんですけど、あの時間に。まあね。けど、ただ、いつもともちょっと今日だけは違うじゃないですか、やっぱり。なるほど。しかもこう、慌てふためいてもおかしくない局面じゃないですか。残り5分プラスやでもこういう優勝とか、こういう局面を彼は、 高校年代、うん、青森山田でやってきた選手じゃないですか。ははははそう,う考えたら、たね、お前ならいけるだろうっていうところの投入もあったんじゃないははははなるほど、うん。仕事は分かってるなっていうか。回答。まあ、ピンチもありましてね、あの、うん、足振られた瞬間ありましたよね。ありましたね。まずいね。あ、これ食らったらもう昇格もなくなる。うん、そこブロックしたシーンがありましたし。 そんなのもしのいでしっかり引き分けて昇格ということになりましたね。うんうん、宮崎は残念でしたけどね。そうですね最終室何にもできないっていうのはやっぱり、まあ、もちろん試合数は均等なんですけど、まあ、はがゆさんもあったでしょでもねこれもう一個か目線もあるんじゃないかと思うんですよまず皆さん。宮崎がいたから熊本グループ最後頑張れたってところはあるんじゃないっていう。 ペースメーカーではないですけど、マラソンで言う。もう、テゲバジャールがここまでだから、かき乱したじゃないけど、やってきたからこその、今年だったと思うので、ある意味、優勝と昇格はロワスソとグルーャだと思うけど、ある意味、MVP みたいなチームで言うんだったら、テゲバジャールなんじゃないのかなっていうところ。これは、拍手を送りたいですしね。間違いないと思う。ライセンス取得の機運は、むちゃむちゃ高まったでしうこれでね。 でしょうね,ね。うん、すごいな、うん、あ。あとはね、これ J3 で最終戦までもつれたのって、ひょっとして初めてですかどうなんだろう全部ってあんまない気がしますけ、ね、あのー、ほら、熊村決まった、ね。熊村が持ってたレプリカ、明らかにレプリカだったじゃないですか。え J2、ー、って多分シャーレ2個ぐらいあると思うんですよ、J1 <ー>って。ああ、そうですね。見たことないですもんね、ああいうタイプのレプリカないす、ね。確かにね。 だからどう,どうなのかなと思いながらあれはあれででも美しかったですもんね逆転優勝の証だからねそうですね,ね原さんの顔が映った瞬間あそっかチェアマンと、ね、あのシャーレは沼津にあるんだ今日はそうなんですよねなるほどただ原ヒ美さんが映った瞬間ね歓声が湧いたような人気あると思ってね <laughs> 原さんもニヤッとしてましたけどね <laughs> も確かにないやなるほどなーうーん あと、その熊本の中でちょっとすごいなと思ったのが、その優勝セレモニーあった中で、やっぱりあのキャプテン河原選手だったり、あと、ね、あと監督の大木さんだったり。大木さんあんな笑顔で笑うんだね。初めて見ましたよね、あれぐらいの笑顔。エビス顔でしたね。うん、監督だからいつもね。 そうじゃないけど、こうね、いかめしようかされてますけど、はい。で、そのシャーレの挙げたのが、1番がキャプテン、2番が監督、ここは分かるじゃないですか。3番目が今年ね、引退を表明された岡本選手。そうですね、その後の方、ちょっとね、新人の方でしたよね。高卒ルーキー、ターレスさん。えって。かわがられてる。で、それで、うわーってシャーレー挙げたら。すかされるっていうね。 良かったですねね良かったでですいじらられれ可愛がてるんしょうん。あとは戦力としてすごく認められてるってことでしょうね。熊本なんか、大卒ルーキーの方もクルーザーもそうですけど多かったしあとね、グルーャーだったら野沢大志ブランドンさんとかビスマルクさんとかもそうだし熊本だったらターレス選手とか高卒ルーキー組が昇格の原動力になってたっていうのがかなり。 本当だ。すごかったなっての感じ,じる人た魅力でもありますね。ですね。意見一致しましたけど、最終節だから優勝かかってるかなのか、カメラの台数多かったですね。多かったですね。ピッチカメラがちょっと映画クオリティみたいなカメラ入ってましたもんね。<laughs> いいなんか。 ヘッドプレイなんかね、特にすごい、もうあれでしたけど。映画。空がいっぱい映る感じのね。実ェのスタジアムまだ小さいとこ多いから、岩手なんか、あの、沼津なんかもさ、空がいっぱい映るんですよね。ピッチサイドで撮ると。ピッチ中に撮ると、選手の背中越しに。あれ、いいですよね。いいですね。沼津岩手戦はだから空も綺麗に映ってたなと申思っちゃった。ちゃんゆきさんがたくさん映ってたなって。そうなんでしょう。めちゃくちゃ見ましたね。可愛いから。そうですか。 まさかスタジアム DJ の方とは思わないでしょう。でしょうね。はい。ということで、ここにもある通り、エクとは先生あれだね。ごめんなさい、っあの監修見ても、ま、J2 のチームだってことだよ。全然思わない。ね。もうすごかった。J2 以上のチームだってことですよ、もともと。間違いないですね。あの、数、息、ね。あの、希望で言ったらそうですよ。そうですね。強かったし、実際ね。間違いなくね。 でそんな熊本とグルージャが J3 を卒業し、はい、で新たに岩木さんが入学してまいります。うん、そうですよね、うん。来年やばいですよ。岩木が、はい、あの力というかね、思って、はい、どんどんとやってくるのに加えて、ね、プラスなんと J2 からね、えー えーまあ、去年制してたね、相模原と、一昨年制してたラバンツと、そして J3、えー、を経験したことのない愛媛スと、松本がやってくるってんだから。はい、いや、これは激戦のリーグ、えー、J3 はこれ、えー、まあね、実、広角になっちゃった J2 の皆さんからしたら受け入れがたいのかもしれないですけど、まあ、面白いリーグになると。 J3、ね、ファンの方はね、ちょっと思う方もいっぱいいらっしゃるんじゃない、今ここまで聞いていただいたら、初めてね、もしかしたら J3 ってことなら<え>愛媛とか松本のサポーターの皆さんは、実は J1 よりも J2 よりも、戦術的だって思われる、うん、戦術的なのは実は J3 だったりしますから、そのあたり、どれだけこう仕込めるかっていうキャンプがかなり大事になってくるんじゃないかと思います、ね。で、うん、がないってことでねうん 戦術のぶつけ合いみたいなこともありますもんね。そうなんですよね。だっても J2 経験チームでいうとすごい数になってきましたよね。熊本愛媛北九州相模原と富山岐阜鹿児島鳥取佐渡山口本分。そうですね。半分くらいあるの？すごいな。ひゃ百。 いやいやこれはまたね、移籍も含めてどうなりますかという、また始まるわけですもんね、<た>明日からね。そうですね。今日からですか、もうね、移籍の話も。うなんかいっぱい出てますからね、うん、でなんかどうやらね、一つの海外チームに日本人3人いくんじゃないかって話とかもありますから、えー、何それ、そのあたりの話はまた後ほどで、うん、後ほどじゃないか、またやりますので、ね、今日笑った方も泣いた方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、うんね、サッカーは続くということでございまして、そうですね,ね。いろんな意味で 楽しんでいければということですよね。応援していきますね。そうですよね。はい。ということでそこまでお送りしました。取手出しでお送りしましたということでございました。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。JSD <laughs> 最終節皆様お疲れ様でございました。<laughs> ありがとうございます。ミルワカー毎日やってます。あのオフシーズンも毎日ありますのでチャンネル登録高評価ボタンで。毎三本ぐらい出しますのでよろしくお願いし,ます <laughs> 応援してください。それではまた楽しんでまいりましょう。さようなら。では。